そっち？ちょっと待って、でも、変なモヘジがいたのは気になるんやね。全部一緒の反応？じゃあ、さっきの変なモヘジいたよな。これ、もう一緒やね。何回も言わんでいいって分かってるよ。見た瞬間分かるよ。こっちやね。了解、行くわ。分かったっけ？ うるせえな、お前。うるせえよ。もっと上があるってこと？へぇ。先出てきてしまう。あ、来た。備わってんじゃね？多分備わってるよな。丸い落ちきたんってことはこう、あー、はみ出た。毒 すぎるやろ。いけるかな？よ。すげえ。素晴らしいね。アマテラス。アマテラスっていや、太陽神の呼び名だ。そう、アマテラス。おお、ミカミやからね。光明っていうんや。すげえ。そうなんや。流るる筆は五花の調べがごとく。なんだいそれは。素晴らしい言葉やね。筆し、あ、ここで筆調べって言うんか。へえ。そして、それに、なんじゃお主は。なんか敵？あ、はい、旗に乗ってたみかん。みかん跳ねてた？すげえな。そうです。かわいい。 いやいや、かわいいよこれ。これの顔かわいいよ。まあ正直なのがね、別にいいけど。でもこっち側から見たら、あの太陽のやつ見えてなかった。なんかいた、また出てきた。よし、なんて読めなかった。敵の筋が寒くなってきたぞ。いちょ、ジジイ、やばいって。大丈夫か。妖怪、あれが妖怪。見えないってその方な。見えへんって。投げてしまった。ここやね。はい、あ、はい、あ、もう大丈夫。
頑張る。大丈夫なのか。やっぱりそうか、そういうことか。なるほどな。確かにただの狼しか見えてなかったな。あの背中のもの見えへんかったしな。ああ、振り調べ集めなあかんのか。じゃあ取りずれ、今のは情けじゃないの。あ、分かった。何これ。よいしょ。手袋豆。何好き。そんなんできんの。すげえ。ほうほう。あ、さっき開けたやつか。はーい。動物って。動物なんかいたっけ。始まるみたい。めっちゃ可愛いやん。なんかずっと見てられる。何やねん。え、ボタン押してみる。可愛い。え、何が起こるの。ずっと流れてるから。なんかある。玉がもらえるってことね。あ、おじいさん倒れている。おじいさんごめんね。あ、なんか言われる。ちょっとこっち喋ってみようかな。え、なんじゃそれ。びっくりした。こいつ何でやだってお前のせいで戦わなかはるか。それにかけるんじゃなかった。おじいちゃんごめん。セーブできるところでは可能な限りセーブしよう。ん？なんかいる。びっくりした。いるんかと思ったら違うかった。よかった。